はあ、また何も食べないつもりなのだ。確かにニケは何も食べなくても平気だが、食べた方が気分がいいのだ。はあ、何か言ってほしいのだ。そうやってうずくまって黙っていられたら、私たちは何もしてあげられないのだ。わかった。待っているのだ。食べ物はここに置いておくから、必ず食べるのだ。3日間、何も食べず、何も言わず、ですか。はい。やはり相当傷ついているようです。アークを追い出されて辛かったはずですが、あやつらが隣にいたおかげで元気を取り戻しかけていたのでしょう。それなのに目覚めたらまた誰もいないとなれば、捨てられたと思うに違いありません。かわいそうですが、時が薬になるはずです。今は何もせず待ってやるのが。民になった者が謁見にも来ないとは、見過ごすわけにはいきませんわね。はい。チャイム、今日からマリアンの面倒を見る必要はありません。私が見ます。お嬢様、何をなさるおつもりでございますか。王たる者の威厳を教えるのですわ。そんなお嬢様、そのような雑用は私めが。私の責務です。かしこまりました。どうして何も言わないんですか。王は余計なことを口にしないものですわ。ここで何してるんですか。民を見守っているのです。私は民じゃありません。王国に来た以上、あなたは私の民ですわ。私迷惑なんでしょ。いいえ。なんでですか。迷惑じゃないですか。指揮官や白い人たちみたいに私が迷惑なんですよね。何の役にも立たないのに困らせるだけですから。今のままではそうかもしれませんわね。それでも私はあなたを守ります。私のことよく知りませんよね。頼まれたからそうしてるだけじゃないですか。それでも守りますわ。王は民を守るものです。いいです、出て行きます。役に立たないし迷惑をかけるだけなので出て行きます。どこへ行くおつもりで。どこへ、どこ。指揮官に会いに行きます。アークに行きます。いいでしょう、行きましょう。アークへお送りしますわ。道中は危ないですから守って差し上げます。え、チャイム聞いていますね。
トランベを。かしこまりました。あれは参りましょう、アークへ。やはり3人乗せるとスピードがあまり出ないのだ。でもこの調子なら3日後には着くのだ。着くってどこにですか？決まってるのだ、アークなのだ。本当にアークに向かってるんですか？当然なのだ。行くと言ったのはお前のはずなのだ。王は民を守らねばならないから一緒に行くのだ。危ないですよ。何がでしょう？全部です。皆さんも指揮官も。そうでしょうね。それでも守りますわ。帰りましょう。どうしたのだ？せっかくここまで来たのだ。帰りましょう。ごめんなさい。お嬢様。トロンベ、止まりなさい。王国に戻りますわよ。何を考えているのだ？ごめんなさい。こうするしかなかったんですよね。みんな知ってたのに、私だけ知りませんでした。ううん、私も知ってました。でもすごく悲しくて、一人ぼっちになった気がして。あなたは一人ぼっちではありませんわ。私がいるのですから。私もおります、お嬢様。それは心強いですわ、チャイム。他人の取り計らいではあるが、お前はすでに王と縁を結んでいるのだ。王と民の関係とはそういうことなのだ。だからこれからは民としての役目を果たすのだ。民としての役目って何ですか？お前がしたいことをするのだ。王はそれを守ってくださるのだ。何をしようと守ってくださるのだ。何をしようと。ただしよく考えるのだ。お前の望みは王が守るに値するものなのかを。王は高貴なお方であり、何でも叶えられるのだ。お前の願いも聞いてくださるのだ。王が動くということは重大なことなのだ。決して軽く見てはならないのだ。だから慎重に考えるのだ。しかしお前が何を犠牲にしてでも成し遂げたい願いができたのなら、その時王に謁見するのだ。王がお前を守り、お前の願いは叶えられるのだ。私の話が理解できたのだ。はい、分かった気がします。あの、チャイムと呼ぶのだ。チャイムの願いは何ですか？願いはもう叶ったのだ。どんな願いだったんですか？私は王を望んだのだ。じゃあ王の願いは何ですか？民を守ること、それだけですわ。いずれにせよ、私の願いなどどうでもよいことですわ。民がいるから王があり、王は民のためにいるのですから。悲しいですね。むきー！私が
幼虫は栄養学的に完璧な食品です。缶詰よりも健康にいいのでたくさん食べた方がいいです。私たちが健康な食事なんて気にして何になるのだ。だいたい何が健康なのだ。健康を語るなら酒をやめるのだ。お酒は心の健康のために飲んだくれの言い訳なのだ。お嬢様、お嬢様からも一言お願いいたします。最近こやつのせいで落ち着いて食事もできないのです。マリアンが心を込めて用意した料理です。ありがたくいただくべきですわ。お嬢様、なんとむごいお言葉。ありがとうございます。どうぞ食べてください。とはいえ私はお腹が空いておりませんから。あ、クラウンが最近元気なさそうだったのでヘビ酒をつけてみました。持ってきますね。貴様、お嬢様の名を友達同然に呼ぶんじゃないのだ。民と目線を合わせることも大事ですわ。構いません。やっぱりクラウンは優しいですね。王は優しいものですわ。じゃあちょっと待っててください。ヘビ臭すぐ持ってきますね。ふんもん。お嬢様、あの日からマリアは少し大人になったと思われませんか。思春期でしょう。思春期には日ごとに成長していくものですわ。お嬢様、成長期のことでは。あ、そう、その通りですわ。成長期、成長期には大きくなって当然ですわ。それにしてもあまりに急な。あ、お嬢様大丈夫ですか。数日前からこの調子ですわね。そんな、いけません。しばらくお休みください。食事は私が個別にご用意いたします。ええ、お願いしますわ。あれ、クラウンは体調を崩され休んでおられるのだ。やっぱりちょっと前から。よくあることなんですか。エボラ粒子の濃度が濃くなると体調を崩されるのだ。エボラ粒子、何か影響を受けるんですか。そうなのだ。詳しいことは秘密なのだ。え、寂しいですね。いずれ教えてやるのだ。わかりました。あの、スノーホワイトからは連絡ありませんか。まだ特に知らせはないのだ。挨拶もせずに行ってしまったのがまだ恨めしいのだ。まさか。大事なことをしている人たちだからいつも忙しいだろうし。なのに私をここまで連れてきてくれて感謝の気持ちしかありません。ただ会いたいだけです。あの人たちがいてくれたことがどれほど私にとってありがたいことだったか今さら気づきました。ふんも、確かに気にはなるのだ。今のお前を見たあやつらの反応が。じゃあ昔を思い出しながらヘビ酒でも飲みましょうか。いい映画を見つけたんです。友達の姉さんって言うんですけど、一緒に見ながら飲みましょう。はあ、
マリアン、こんな夜中にどうしたのだ？トイレにでも行きたいのだ？ちょっと待つのだ。一緒に行くのだ。違います、チャイム。今日はなんだか眠れないんです。ちょっと散歩してきますね。こんな時間に。はい。わかった。気をつけて行ってくるのだ。王国の外には出たらダメなのだ。はい。おやすみなさい。あ、チャイム。クラウンの調子はどうですか？まだ体調が戻ってないのだ。今回は長引いているのだ。わかりました。早く良くなるといいですね。心配いらないのだ。お嬢様はお強いのだ。そうですね。私も知ってます。それじゃあ、行ってきます。行ってくるのだ。タイラント級が3体。目的は王国。やっぱり城壁のシールドが弱まってるんですね。最近、やけにラプチャーが。今の王国の戦力じゃ止められない。クラウンは体調が戻ってないし、チャイムはそもそも戦闘用じゃないから、止めないと。ここで、私が。攻撃すればいいですか？王国には行かせない。ここで止めなきゃ。クリア。次。攻撃すればいいですか？続けて戦うのはやっぱり辛い。でも最後、いけます。王国には行かせません。飛びなさい、トロンベ。クラウン！ジャイム、サブコアを。かしこまりました、お嬢様。全部でございます。ご苦労でしたわ。クラウン、チャイム。私がマリアンを守るのです。マリアンが私を守るのではありませんわ。具合が悪いって。大切な民を守るためなら王は何であろうと乗り越えられますわ。私のことが大切なんですか？もちろんですわ。ですから
マリアンも私のことを大切にしてください。貴様、こういうことは事前に言うべきなのだ。嘘までついて出ていくとは。もう笑ったのだ。この話のどこがおかしいのだ。いいえ、おかしいんじゃありません。王国をみんなを守らなきゃって思ったら力が湧いてきたんです。二人もそうでしたか？当たり前なのだ。大切なものを守るというのはそういうことですわ。はあ、そっか、そうなんですね。やっとわかりました。みんなが私を守ってくれて、私がみんなを守ってあげれば、私たちはどこまでも強くなれます。誰も傷つきません。こんな簡単なことにやっと気づきました。気持ちというのはもらったりあげたりするほど強くなる。ん？お嬢様。いいえ、不要です。マリアン、体が。指揮官、ラピ、アニス、ネオン、スノーホワイト、グレン、ラプンツェル、それからクラウン、チャイム、私を守ってください。私も守ります。私が必ず守ります。みんなを。お嬢様、大変でございます。どうしました、チャイム。望遠鏡で見張りをしていたのですが、大きな爆発があったようでございます。遠くからでも見えるほどの大きな爆発で。爆発地点はアークの方角かと。アークで何かが起こったようでございます。チャイム、出発の支度を。じきじきに出向かれるのでございますか？ええ、行かなければなりませんわ。かしこまりました。お供いたします。マリアン、私はここで待ってます。一緒に行きたいですけど、もっと危ないかもしれないので。理解してもらえて助かりますわ。一人で大丈夫なのだ？もちろんです。わかったのだ。あの方に伝える言葉はありますか？あの方？指揮官のことですか？ええ。会いに行くわけじゃないのに。お会いできそうな予感がするのです。マリアンの話を聞く限り、大事件に巻き込まれがちなお方のようですから。もし指揮官に会ったら、ただ元気に過ごしてるって伝えてください。心得ましたわ。行きますわよ、チャイム。はい、お嬢様。また会えますか？